常盆連大寺は、京都市北区にある新言州地山派の寺院。三号は、連金宝山。陰号は、九本三万院。本尊は、延命地蔵菩薩。寺殿によれば、聖徳太子が、母の菩大寺として建立し、歌法王が中興したという。天徳四年九月九日付の連大寺、供養岩門に、当時長者間空が北山に一堂を建立し、 亡き父母の供養をしたとあり、日本気略同日城にも同様の記載があるが、これが縄文連大寺の実質的な創建を伝えるものと推測される。当時は一名号高史寺とも呼ばれたが、これは肝空が隣接する高高史寺を検体していたためである。広空は歌法王の弟子にあたり、大覚寺で法王から感情を受けている。歌法王の孫にあたる肝庁僧城も、 当時の十字になっている。佐賀清涼寺の本尊で、三国伝来の霊像として、広く信仰を集めてきた、釈迦如来像は、一時期、常盆連大寺に安置されていた。不創略記によれば、カンナ三年に、長年が、同社家像を僧から日本へ将来した際、一時、この寺に安置し、後に清涼寺に移したという。寺は、応仁の乱で焼けたが、文読年間、 豊臣秀吉の援助のもと、紀州根郎寺の精査官によって復興された。現在の境内は千本通りの西側に位置するが、かつては千本通りを挟んで達中が十二位にあった、ことから十二棒とも称され、これが町名の由来となっている。境内には仏師上長墓があり、境内北側の信号院には、源の頼光の雲大寺にまつわる頼光塚がある。当時は、 大正時代まで地産機種の隠居人員として知られていた。え画業。行。ありがとうございます。